月下美人は、メキシコの熱帯雨林地帯を原産地とする、サボテンかクジャクサボテン属の常緑多肉植物である。日本で多く流通している、クジャクサボテン属には、荒廃種が多いが、これは、原産地からそのまま導入された原種である。絶滅の恐れのある、野生動植物の種の国際取引に関する条約の、付属所通の適用対象である。 養生系の竹が1メートルから2メートルにまで達するとつぼみの形成が見られる。花は夜に咲き始め翌朝までの一晩でしぼみ、めしべに竹受粉が起きなければ散ってしまう。果敢は20から25センチメートル程度であり、白い。香りが強いこと、夜間開花すること、小型哺乳類の放火に耐える強度を持つこと、花粉と過密が中盤下よりも多いこと、それらは 生態学的に、倉庫なシンドロームのコウモリ中立ち花の特徴に一致する。これは、原産地の新大陸の熱帯地域において過密色、花粉色を示す一部のヘラコウモリ科の小型コウモリ類、媒介受粉への適用と考えられている。月下美人は、日本での栽培下では6から11月に先、この季節に株の体力が十分に回復すれば2から3ヶ月後に、 もう一度咲くことができる。つぼみは、初期は垂れ下がっているが、開花直前になると自然に上を、向いて膨らみ、夕方に方向を漂わせ始める。これもコウモリがホバリングをしながらやや下を向き、下を伸ばして、過密と花粉を接触する行動との共振化と考えられている。開花中の花、開花。台湾では、スープの具として使われる。茎のほとんどは、 昆布状の扁平な養状系になっており、また、しばしば株元から細長い無地状の茎を伸ばす。養状系の縁は波打っており、そのオーブのくぼんだ点に、産毛状に耐火した刺しを持つ、膝が位置する。成長点は、ここと慶長にあり、これらの箇所から新しい茎や蕾が生じる。古くから日本に普及していた株は、原産地から導入された。 しかし1980年代に東京農業大学の研究グループが原産地から野生の別のクローンを持ち帰り増殖、普及させたため今日では複数のクローンがいくつもの園芸業者によって国内流通しており、これらの間でコウモリに代わって人間が人工受講してやれば容易に成熟した果実が得られる。成熟した果実は 表面が赤く内部の果肉は白くて黒いゴマ状の種子が数多く散在し積む形で大きく、禁煙種である、同じ熱帯油リンゲン酸の着生サボテンである、ドラゴンフルーツに似た外見を持ち甘い。そのため古くから日本で栽培されてきたもの以外のクローンを園芸業者が販売する際、家庭用果樹として宣伝し、食用月化美人の商品名を付けることが多い。 水や窒素肥料を与えすぎると栄養成長に偏った成長となり有性生殖が抑制されるので株だけ大きくなってつぼみをつけないことがあるためやりすぎに注意する。さらに元来、クジャクサボテン族やこれに近縁ないくつかの族のサボテン化植物は野生状態では着生植物であり大木の樹皮に根をまとわりつかせて樹上から昆布状の 養生形の束が垂れ下がるように成長している。そのため樹皮を伝う雨水、樹皮に生えたコケ類、木の股やホラに溜まった腐食質などから水分や肥料分を摂取しているためそもそも生理的に多皮多質には強くなく根腐れを起こす危険もある。ただ、月下美人などクジャクサボ天類の根は樹上の木の股やホラや岩山の割れ目に溜まったの腐食質や、 そこに形成された土壌にも深く根を下ろすことが多く同じ着生植物の卵化のカトレアなどと異なり土壌に対してもかなりの適応力があるそのため根への十分な通気を確保し土壌の過失極端な多肥さえ避ければ温帯では温室で熱帯亜熱帯地域では戸外での地上栽培も十分可能であるし多くの園芸会社は クジャクサボテン月下美人用に蒸気の条件を満たすように調合した培養土を市販してもいる。もちろん多くのヨーランやパイナップル科のアナナス類等、他の着生植物由来の園芸植物と同様に水苔栽培でもよく育ち、十分大きなヘゴ板や丸太状のヘゴ材を用いれば原産地における着生状態を再現した栽培も可能であろう。養生系以外に、 株元から伸びる、無知状の茎は、野生の着生状態では、先端部が、親株から離れた部位の樹皮などに接触するとそこから、発根し、新たな株がそこで成長を始める。原産地は、メキシコの熱帯雨林であるため、機体感性であり、摂取7度以下になるときは室内に入れると良い。凍症になるとその部分の組織が壊死して、養状形に、褐色反転ができる。 7月19日の誕生が灯される。古くから、新規栽培植物として一部では熱心な栽培家も少なからずおり、そうした趣味家の栽培株の開花が、マスコミで珍しい現象として、ニュースになったりした時代もあるが高い技術を持つ、趣味家でなくとも、比較的簡単に栽培できるため、近年のガーデニングの流行で人気が出て、栽培者も広く普及して増えてきた。 月下美人には、その、禁煙種の夜赤サボテンナイトブルーミングカクタス。ありがとうございます。